今日は大事なパーティーがあるのでバッチリ決めていこうと思います。そんなわけでですね、東京のど真ん中、八重洲にやってきました。八重洲口出てすぐのところにね、後ろものすごい量の飲み屋街がね、広がっているんですけれども、今日はそこにあるですね、お店にお邪魔することになりました。お金をいただいての PR ではないんですけども、ご招待をいただいての撮影ということになります。しつし。さあ、そんなわけでですね、今日は取材でこちらのジンギスカンのお店に行きます。チース。見てごらん、羊 T シャツ。自分で作ったの？そう。あ、いつの教育のこちらのね、五代というお店ですよ、ね、大事ですからね、30回ぐらいやっていきましょうかね。五代ちょっとうるさいかもしれない仕事から、仕事からどうしても喋らなきゃいけないんで、さあ代わりに面白いこと言ってください。なんでだよ、デコばっか映ってたおー、羊ギスカって感じですね。お腹すいた？お腹すいた？うん、はい、お腹ペコペコだよ、やばいよ。お腹すかせてくるところでしょ。もちろんもちろん、そりゃそうだ。お疲れ様です。やめろ、準備運動した方がいいんじゃない？これあの、風間もあるし、高脂アレルギーの人は、はい、肝臓アレルギーの人は、はい、いません。いや、なんか、ペブルとか。おわ、来た、すげえ、これ、火鍋ですか。そうです。うお、やばい。めっちゃうまそう、めっちゃうまそう。いただきますね。ありがとうございます。今夜は暑くなりそうだ。火鍋のいい香りがやばい。この食欲をそそる感じ。あれですよ、マーラーですよ。痺れるような辛さですね。匂いでわかる。これ何すか？これ筋トレ生ビールです。1リットル。すげえ、腕に来てますね。やばい。あんまり長い間これ持つことできないんで。まさに筋トレ状態。今日はたくさん食べますけど、糖質はほとんどないですから、ダイエット的には大丈夫なはず。飲み物もウーロン茶です。いただきます。羊だし、これが羊だ。羊。4人前だそうです。辛い方にも投入しちゃいますよ。はい、ありがとうございます。マーラーって言われる、しびれるよ。マーラーです。どのぐらいでいいと思う？食べちゃった方が。火鍋スタイルですよ。超よくなりました。でっかいウーロン茶、レギュラーメニューにないらしいですけど、ちょっと特別にいただきました。嬉しい。ラムチョップとかいろいろ来るんで、こちらもラム肉で作った餃子だそうです。網が来た。ひっくり返した後は、みんなめっちゃ撮影してます。ブロガーの集まりですからね。刺して、わあ、美味しそうに撮れた。この煙ですよ。動画と伝わらないのが残念だけど、魂を奪われそうなぐらいいい香りです。焼き方がうまい方にですね、ジャストなタイミングで焼いていただきましたので、いただきます。いただきます。あります、食べ頃。
これはうまいわ。これはうまい。うーん、うまい。おお。これはやばい。これこれ。実況下手くそなんです。ファイヤー、ファイヤー。この分厚さですよ。もうすぐ焼けます。ご覧ください。この肉厚のラム、ラムチョップをね切ったやつです。ものすごい肉汁がね溢れ出てきて、本当に美味しいですよ。肩ロースで、特上肩ロース、特上肩ロース、美味しかったね、美味しかったね。うちらジンギスカンっつったら薄いのが多い、北海道だから。あと網じゃないんだよね、網じゃない、プレートなんだよね、北海道ね。こういうの鍋なんで、中央が盛り上がってて下の方にグーってなってる、そういうの山のそプレートなんで、ジンギスカン用なあるんですけど、ジンギスカン鍋って言うんですけど、それでやることが多くて、ね、で下に、ね、野菜やって、その上に、ね、肉みたいな雰囲気。これじゃあ北海道の人だとちょっと新鮮な感じだね。新鮮ですね。うまいね。でもどっちもうまいでしょうね。そしてねラムが新鮮だから、そうだね、ミディアムレアでいけるっていう幸せ、うん、あのラムの香りが程よい感じでね、いいですよね。もっと食べたい、もっと食べたい、もっと全然いける、全然いける。ラム大好きなんだよ、ラム大好き。めっちゃ美味しい。ラムとマトの違い何でしたっけ、教えてください。ちょっと、ラムが子羊、ほうほうほう、で、マトが大人。なるほどね。今日はね、いろんなねブロガーさん、メディア関係の方がお集まりしてますよ。おうまい。ちょっとせっかくなんで、はい、この YouTube ご覧の方に何か紹介していただければ。フリー素材をやっています、ゆうせいです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フリー素材の体を鍛えている大川です。ライターのアリバックスです。よろしくお願いします。 YouTube もやってます。 YouTube もやってます。カメラマンの鶴玉です。チームパクタソー、チームパクタソー、チームパクタソー、まとまりゼロ。このままだとダブルゾンビになりますよ。ダブルゾンビ。まあね、ちょっと裏メニューっていうのを出していただいてですね、あ、裏って言っても皆さんね、あの肉寿司って言えば頼めるらしいんですけど、メニューリストには載ってないのかな。ちょい裏メニューいただきました。このシャリの上に焼いたお肉とこのねパクチーを乗せるという。はい、というわけでですね、皆さん、5代店長の、長尾さんに今お越しいただいてます。羊肉がね、いただける、ところで、お酒も飲めるところということなんですけども、何店舗ぐらいありますか？ここのお店でちょうど10店舗。おめでとうございます。はい、北は北海道から、南はあの佐賀に。なるほど。あとは都内ですね、首都圏。はい、ちなみにここは東京駅の八重洲出てすぐのところなので、はい、アクセスはすごいですね。そうですね。はい、でそこは10店舗目ということですね。はいはい、まあ、実は普段私あんまり羊肉って食べないんですけど、今日いただいてすごくコクがあって、はい、美味しいお肉だなと思ったんですね。で栄養価的にはなんか優れてるところとかってあるんでしょうか？羊肉は、はい、Lカルニチンという、はい、この脂肪の燃焼を助ける成分が。マジですか？いいじゃないですか。はい、僕脂肪いっぱいあるんで。あ、私も燃焼してもらった方がいいですね。じゃあ、いわゆる低糖質ダイエットとか、はい、ウカボダイエットとかにもすごいおすすめってことですね。そうですね。それだけやっぱり消化がにいい。なるほど。じゃあ、胃もたれしづらいっていう言い方もね、そうですね。はい、ちなみに、はい、こちらのお肉いただいて私もう一個驚いたのは、非常に臭みが少ない。もちろんゼロではないですよ。羊の香りはするんですけど、なんていうのか、そのフレーバーとしてありなレベル、きつくないレベルだったのが美味しくいただけたんですけど、その匂いがきつくない理由っていうのは何かあるんでしょうか？お肉自体はニュージーランド産で、ただ今おっしゃっていただいたように、うちの生ラムに関しては、はい、鮮度が非常によくて、本当に羊の臭みというのを感じない、
あの牛肉とかのステーキ食べてるような感じだったと思うんですけど、うん、そういったお肉ですね。なるほど、新鮮だから匂いがきつくないということですね。わ、はい、かりました。今日はお醤油たくさんいただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。というわけで皆さん、古代というですねお店です。あの東京だったら八重洲とかですね、その他数店舗ありますので、気になった方はですねぜひお店に足を運んでみてください。お願いします。ではまたインターネットのどこかでお会いしましょう。バイバーイ。さあ最後になんかシュッシュしてもらえる、シュッシュいただいてます。シュッシュいただいてます。